おむつをした、女性おむつプレイはおむつを用いて、周知心を煽るプレイ。医療系プレイや周知プレイ、エイジプレイの側面を持つ。おむつを履かせ、排泄させるというのが広く行われる方法であるが、おむつを履くのはパートナーのみのパターンと、お互いに履くパターンの二通りに分かれる。このうち前者は、パートナーに周知を与える形となり、SM プレイと言える。後者は、 お互いの羞恥心を共有するプレイとなる。排泄と性には深いつながりがあり、排泄行為は羞恥の対象であるため、おむつに快感を覚える人は少なからず存在する。おむつプレイは、排泄に関わる性的思考に基づいて快感を得る行為である。G に似ているが、一人でのプレイも可能である。むしろ、おむつに性的興奮を覚える者は、パートナーがいない場合、 一人で楽しむことも少なくない。おむつのサイズは、おおむね、大人用のものが使用されるが、最近では、赤ちゃん用のものでも一回り大きなサイズが扱われるようになっており、使用者の体格によってはこちらを使用する場合もある。また最近では、大人用で、可愛いデザインのおむつが販売されている。テープタイプか、パンツタイプの2種類が、主に流通しているが、 それによって好きなおむつは違うため、他人数でやる際には、両方用意しておくことが多い。発行号数は2020年9月現在。ありがとうございます。